キックの帝王ロブ・カーマンに勝ち、アーツとの対戦では何度もパンチをヒットさせたジャン・クロード。一戦ごとに力をつけているが、そろそろはっきりした成果が欲しいところだ。相手のレイセフォーは同世代だけに前線では終われない。打たれ強く決して試合を捨てないのがジャン・クロードだ。K1 ブレーブスでジェルム・レバンナから歴史に残る戦慄のノックアウトを奪ったレイセフォー。足を踏み出しながら打つ独特のブーメランフックはどんな大きな選手をも倒す力がある。このパンチがあれば迂闊には踏み込めない。強力なローキックも合わせ持ち、レイセフォーはグランプリの台風の目という声がさらに大きくなってきた。私はこの試合を WKBA 世界ヘビー級王座決定戦であることをここに宣言いたします。青コーナー191センチ、 102.3キログラム、 ISK 世界ヘビー級フリースタイルチャンピオン、ジャン・クロード。K1 記念すべき1勝を挙げたこの名古屋で新しい時代の波を起こすのか、ジャン・クロード。コーナー180センチ、 98.2キログラム、 ISK 世界クルーザー級チャンピオン、レイ・セフォー。逆に生涯唯一の敗戦を喫した名古屋で勝って K1 グランプリ弾みをつけたいレイ・セフォー。さて谷川さん、はい、これはもう時代の新風をね、そうですね、出してほしい2人ですね。今年 の K-1 グランプリ大阪ドームから始まるんですけども、はい、その中でこの2人っていうのはやっぱり台風の面になるんじゃないかと言われてるですね、新しい選手ですよね。そういった意味で石井館長、非常に楽しみな顔合わせになりましたね。レイセフォー、特に注目してください、はい、いい選手ですよ。この上背、そしてこの体重で現在2連勝 K-1 キングスマイストロ、そして前回の谷川さん、はい、ジェロム・レバンナですね、起死回生のラッシュがありました。もう本当に身長体重差を一発のパンチで砕きましたからね。そうですね、はい、ラウンド1、レイス4ジャン・クロード、今第1ラウンドのゴングです。本当石井館長言われるようですね、はい、本当専門家の方このレイセフォーってものすごい評価してて、もうやっぱりピーター・アーツとかアーネ・ソーソっていう、はい、まあ、本格的なキックボクサーのプロフェッショナルの中、みたいなタイプですよね、はい、レイセフォー選手は。ジャン・クロードも一戦一戦強くなってみてますからね、はい、つい先日もフランスの世界チャンピオンを、はい、アメリカで、TKO で破ってます、はい、そうですね。この時9ラウンド TKO なんですが、この時よりも素晴らしく体調がいいと本人も話しています。あ、いいですね、フェイント気味に入りましたね、はい。80年代は本当モーリス・スミスってアメリカの代表する世界チャンピオンいたんですけども、はい、もう90年代に入ってこれからの本当にアメリカヘビー級を支えていく選手ですよね。そうですね、はい、これはいい左のロー、あの右ですね、右が出ました。レイセフォーで一発でジャン・クロードを倒したんですね、うん、完全にここは形勢が、アッパーカット、これはラッシュになった。レイセフォーラッシュ出ますよ、出ますね、バンナ戦で見せたラッシュ、出ます。1ラウンド終盤戦、あと10秒、ハイキック、クローダーピンチ、レイセフォーチャンスになった。第1ラウンド猛ラッシュに出ました。シューバースアッパーカット、これも入っている。コーナーを7ラウンドで行われています WKBA 世界スーパーヘビー級タイトルマッチ。まず第1ラウンドはレイセフォー最後ラッシュを見せました。ジャン・クロードなんとか踏ん張ったという第1ラウンドでした。谷川さん、もう完全にこれはもう20秒ぐらいのところから ね、はい、もう本当に、先ほど館長が言われたように体調が良くなかったらもう一発で来ました、はい、ここまで入りました、コーナーニュートラルコーナー追いついた。うちのテクニックうまいですね、はい、フックだけじゃなくて本当にアッパー下から突き上げたりボディ打ったりですね。そうですね、パンチがバラエティになってますよね。そうですね、今までは右ストレートだけだったのが、アッパーフック打たれるように、はい、そしてすぐに距離を取ります。ジャンクロもかなり打たれ強いですよね。そうですね、
かなりだいぶ食ってますが、あもうだいぶ出血してます。出血してますね、はい、ね、連続技回し蹴りを見せましたが、しかしいずれともよく見切っています。レイソボ完全に見切っている。入りましたよ、左側のラウンド入りましたよ。ヤングロード逆転なのか、あれがあるんですね。カウンターで一つ E のレイソフをもらいました。上下上下にいい選手でしたよね。蹴りで散らしたわけですよ。小さい選手らしいと言いますか、上下上下に散らしてますよね。もともとローキックが非常に強い選手だなという印象だったんですけど、ローキーてますよ、ですね、膝を合わせる。この膝はクロードの前ですね。膝を出し合います。いや膝のテクニックもレイノが上手いですね。そうですか、はい、いやちょっと慎重になってますね、はい、今カウン膝のカウンターもらったんで、そうですね、もう一回基本に戻って距離を取ってという、ね、右フック、すごいです、ね、右フック強烈、ものすごい音がしました。第3ラウンド、ここまで谷川さん、はい、レイセフォーペースですね。そうですね、はい、本当に今年の K-1 グランプリですか、はい、だからアーツとかベルナルドとか、そういう級のですね、優勝候補のですね、はい、の大盤クラスをするのがレイセフォーじゃないかなという気がしますよね、はい、クロードサイドからはとにかく先に攻めろという指示が出ています。先ほどからそして谷川さん、はい、ローキックだいぶ出してますがね。そうですね、はい、この右入りました、また右入りましたね、はい、左から右コンビネーションで行ってきます、下上上下かなりいいコンビネーションを絡めています。今日だけどジャンクロード頑張ってますよね、はい、こんなにいいパンチ打たれてながら、ね、目が良くなってるんですね。だからまともにこれはしかしストレートだから当たった瞬間こう体逃がしてますから、あなるほど、はい、まともにカウンターでもらってないんですよ、はい、今の右は感情どうでしたか。いやいい感じで入ってますよ、はい、やっぱり相当打たれ強くなってるんですかね。というか体が柔らかいんですね。ああなるほど、はい、右左のミドルを放ちましたがこれはしっかり当たっていません。かなりだからかなりスパーリングボクシングのスパーリングが積んできたんじゃないかと思います。なるほどね、はい、距離を取っては引くからのコンビネーションで攻めていくレイセフォー、段階の黒表です。本当そうですね、はい、ちょっとね、感じだったり口と鼻両方から、そうですね、はい、はい、今の左ストで、ジャングルの左ストで良かったですよ。まともに入ってます、はい、レイセフォーも効いてますね、よく頑張ってますね、はい、共にじりじりという感じで間合いを詰めていきます。赤いグローブレイセフォー、青いグローブジャンクロード、左を見せてから右、これはしっかり入ってないか、共に膝を飛ばします。バカと狙います。うまいですね、打った方もすごかったんですが、第4ラウンドです。まあ本当にね、はい、第3ラウンドの終了の時ジャンクロードがですね水を吐きましたけど、はい、もうかなり口の中に血を溜めてた感じですね。真っ赤な水が出ました、はい、なんかね血が止まらない状態になってます、ね、あそうですか、はい、なんで倒れないんだろうっていう顔してますね、長嶋さん打たれ強い選手ってのいますよね。そうですね、でもレイセフォー選手の攻撃見てると、はい、なんかこうパッとこう間合いを詰めて入っていくっていうのが早いですよね、はいはい、今右出たロープに追い詰めています。もうなんか本当遊びがないっていうかですね、はい、隙がないというか、冷静ですよね、本当にそうですね、チャンスがあったらそのままラッシュするし、はい、ちょっと危ないなと思ったらまた間合いを開けて、はい、またチャンスを待つみたいな。さあどうでしょう、ジャンクローの左のガードが少し変わりましたよね、はいはい、左フック少し前に持ってきてますね。あしかしニヤッと笑った、レイセフォーニヤッと笑いました。レイセフォーのかなり右を警戒してますね、はい、前を詰める、非常にトリッキーです。ほとんど残りがありません。4ラウンド終了、ラウンド、はい、第5ラウンドが始まります。この試合は7ラウンド制フリーノックアウト制ですが、第4ラウンド少し動きが止まって、さあ第5ラウンドです。左のハイを出す、しかしキックはほとんど谷川さん見切られている感じです、はい、そうですね、はい、まあ、蹴りは本当に見切ってますね、はい、また左のハイを出します。これはストレート、入った、これはストレート、ワンツーありましたね、2ついいのが行きました。赤コーナーサイド追い詰めた、さあチャンス、レイセフォーチャンス、すごい、左右、ね、右左、ジャンクロードも頑張りますよ、本当に、ね、ジャンクロードも頑張りますからね、しかしこれだけ打たれても倒れない、ジャンクロード頑張ってますよ、頑張ってますね、返した右も早かったですね、精神的にすごくタフになりましたね、タフになりましたね、打たれても倒れない、渾身のレイセフォーは右ストレート入ったんですが、
それでも倒れません。正方のパンチ力ありますね。はい、ガードの上からでももう大きく入ってますね。ものすごい音がしました。正方なんかちょっと表情がこわばったような感じしたんですけど、ね、あーなかなか倒れないジャンクロード、うん、初めじゃないですか、はい、これだけ打たれ強い選手、効いてると思ってるのが効いてないと。あこの右、うん、これ足寸前でかわしてますよね。残り30秒の第5ラウンド、よく見てますよ、はい、レース後一発あるんですけどもちょっと単発ですね、鼻の出血の影響はそほとんどないかという感じの第5ラウンド。いやまだ本当に、あの精神的にもあのやられてないというか死んでないですよね。そうですね、ジャンクロードの方が、はい、眼差しに入ったパンチ入りましたよ。入ったダウンですね。これはノーダウン、ノーダウンです。今当たって倒れましたかね、はい、今両方倒れましたからね。そうですね、はい、うん、そして第5ラウンドこれで終了です。ラッシー特別ルール7ラウンド制、試合は6ラウンドに入っています。まだレイセフォーいくら攻めても攻めてもジャンクロードが倒れません。ワンツー、これも攻め込んで、おっとっと、このサイド、はい、このラウンドレイセフォー行こうと思ってますね。あはいはい、ね、かなり立ち上がりから積極的です。そうですね、そろそろ倒そうと本当に、はい、長嶋さん先ほど打たれた後、はい、あの、ポイポイやってましたね、そうですよね、あの右のローは効いてますよ。バカドロー、バカドロー、バカドロー効いてるか。あ右ロー効きましたね。ちょっと食らってきた、ちょっと食らってきたか、右のロー効いてますね、はい、ジャンクロードの。ジャンクロード1回ありましたね、はい、1回ありましたね、完全に1ラウンドの劣勢はなくなりました。面白くなってきました、はい、そうですね、あと2ラウンド、レイセフォーも決めになんか行きたいんだけども、ちょっと容易に入れないみたいな。そうですね、簡単には詰められないそんな感じです。でジャブついていくとあの右のフック返してくるでしょ、はいはい、かなりボクシング上手くなってますよ、ああ右汗が飛び散る、よく倒れますね、共に打っている、効いてますよあれ、効いてますね、よく倒れるんですね、ジャンプのレイセフォーの右、共に右を出した、これは当たっていません。ダイラクランドワンツー、レイセフォーもだんだん必死の形相になってきました。レイセフォーの方のダメージは どうなんですかね、石川さん。レイセフォーはですね、前足だけちょっと効いてるんじゃないですか、それ以外のパンチによるダメージはないと思います。まだ右ストレート、あの左の膝のちょっと上のところですね、そうですね、はい、だいぶもう赤くなってますよね、第6ラウンド残り30秒、左を出した、左を出した、右の、右の、ちょっと狙ってくれる、狙ってくれる、ちょっとレイセフォー苦しそうな表情、そうですね、あえてにやりと笑ったけど、これはどうだ、ノーダウン、これはノーダウン、ノーダウン、終わりました。次第に次第にレイセフォーのその重心がグラッとくる、 そんなシーンが多くなってきました。もう体持ってかれてますね、はい、右のローが効いています。ジャンクロード、これもキックを出す、ガードしている、第6ラウンド終了、第7ラウンドファイナルラウンドへもつれ込みます。第7ラウンドファイナルラウンドに入りました。いや、さあもうこうなったらあと3分しかありません。おっと、右の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 、おー、ジャンクを攻めてますよ、右のを出す、右の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 、レイセフォーが狙っている、右の、右の、引き出す、左の、はい、左、はい、すごい優勝ですね、優勝ですよ、優勝ですね、共に打ち合いです。右の服、うん、少し左の足を上げるようなそんな仕草も見せ始めました。レイセフォー、その痛む左足でキックを出します。いや、ジャンクロードが頑張りますね、いい試合だな、いい試合ですね、素晴らしい7ラウンド制、7ラウンドで全く飽きさせません。もう本当世界戦にふさわしいというか、そうですね、ホームにふさわしい試合ですね、素晴らしい打ち合いになりました。ボディちょっと来ましたね、ボディが来ましたね、レイセフォーの、はい、ジャンクロード顔面は真っ赤、あでもロックはいいですね、右を出す、右のローを出す、はい。
なんかこれは見切っている、はい、お互いあの6ラウンドまで本当にお互い倒そうという気持ち、7ラウンド終わってもこう判定じゃなくて、はい、もう KO で決着つけるんだという感じですね。伝わってきますよね、2人とも。残りは2分ありません。判定はどうでもいいんだと、はい、もうどっちか倒れる前っていう、それが KO1 ですからね、はい、お互いそういう気持ちで戦っているというのは。 KO1 の K は KO の K。 第1ラウンドまずラッシュしたのはクロスフィップです。レイセホーでした。かなりあの、しかしジャンクロー足が効いてるんですね、はい、足が効いてますね。バランスのいい選手なんですけど、あんなに崩すということは前足効いてると思います、はいね、左の、はい、ガードされているジャンクロード。しかし次第に次第にミーノローをレイセホーの左足に叩き込んで、だんだんとジャンクロードペースになってきたのか。しかしこれはもう残りはあと1分と15秒。やっぱりジャンクロードも本当に K1 に出る、グランプリに出る本当に資格のある選手ですよね。ともに石井さん、これグランプリの目です、台風の目ですね。だから K1 がまたジャンクロードを強くしていってますよね。そうですね、強くしてますよね。はい、ともに K1 歴3戦、まあ、本当に1ラウンドの時のジャンクロード選手の劣勢っていうのはもう完全に、ね、逆転されたんじゃないですか ね、 そうですね。分かんなくなりましたね、本当に。パンチのレイセホーにキックのジャンクロード、そんな感じの展開でここまでやってきましたファイナルラウンド。あと45秒、残りは45秒。さあ、ともに打ち合い、いや、打ち合いますね。はい、右を出す、ともにキックを出す。あ、ロー効いてますよ、効いてますね。左足効いてる、左足効いてる。まだローキック、まだローキック。ジャンクロードものすごい歓声になってきた。あ、入った、あ、ダン、効いてますよ、効いてますね。パンチ効いてます、右を出す、ともに足を手を出す。ものすごい打ち合いだ、ものすごい打ち合いだ。フラフラになるジャンクロード、ジャンクロード勝った。残り10秒のドボタン、ついにレイセホーダウンを奪いました。うわ、打たれ強いですね。第7ラウンドでダウンを奪いました。第7ラウンドの終了、素晴らしい試合でした。ジャンクロード頑張りましたね。そうですね、いい試合だったな。ジャッジ大森俊則、70対66、赤レイセフォー、レイセフォー。ジャッジ伊沢正人、68対67、赤レイセフォー勝ちました。ジャッジ中川圭介、70対65、3対0でレイセホー。しかし主力を作った戦い、これいかがでした。そうですね、ジャンクロード君本当の精神力をものすごく褒めたいですよね、はい、でもうあのやっぱりレイセホーは今年の台風の目ですよ、はい、いやこれは2人とも楽しみになりました。今にっこり笑って抱き合っています。レイセホー快勝、素晴らしい試合でした。続きましてチャンピオンベルトが贈られます。最後に勝利者トロフィーが授与されます。You know, the hard work's paid off. How was your impression about Jean-Claude? Jean-Claude, I knew. I've always known Jean-Claude's a good fighter. I've always known that he's going to be a hard fight. I knew I had the weight and the height to hit the advantage, or he had the weight and height to hit the advantage. But, you know, I just try not to affect me, but just concentrate on my fighting. I hope so. Like I said, you know, I don't know what the result, the final outcome would be, but like I said, you know, Mr. Ishii's in charge of that, and I'd like to leave it to Mr. Ishii, see what he's got to say for me. Come on.
レイセフォーが WKBA 世界スーパーヘビー級王座についた。しかしジャンクロードの粘りによってセフォーは何度も斧のようなローキックを浴びてダメージを受けた。 K1 に甘い戦いなどはありえない。